皆さんこんにちは。この動画は姿勢分分析の説明をするスクリーンキャストの第5回目となります。今回は、前回の SVD の話の、歩行というか、追加的な話題です。で、 SVD 特異分解なんですけれど、さっき少し話していなかったこととしてもう一つ特徴があってですね、そのまず A というベクトルがその U、シグマ、UT と表せるという話だったんですけれど、この U っていうのが U のマイナス、天地行列がちょうど U のマイナス1乗になっているというような、そういう特徴があります。これは、そうですね、A が今回のその要件を満たしていれば基本的にはいつでも成り立つという特徴です。で、これを踏まえると、規定の張り替えっていうのがもう少しこの、違う形で書けるようになると。で、たまに T をどちらにつけるかとかが、その教科書と、というか、コーセラのマシンラーニングと反対になってたりするんですけれど、あまり大きな意味はないので、好きな方に合わせてください。で、X という、ベクトルがありますと。X。AX というのがあったとしますと、AX。A という行列は、この X ベクトルというものをこれに移すと。そんなものだったわけですけれど、この移されたベクトルを X' とちょっと置いてみます。でですね、この A というのにこの特異分解をしたものをちょっと当てはめてこの式を書いてみると、規定の変換の話なんですけれど、もう少し数学的にもというか数式上でも分かることがあると。と、これが X' ベクトルというのが、この図に書いたことを、ただこれは A ですね。これは A と。はいと。で、こういうふうになっているときに、こんな性質があるので、特異分解をしたときの固有ベクトルで作られているこのベクトルというのは。なので、これのマイナス1乗をかけるというのは、左側から U のマイナス1乗、ここでかけるとですね、マイナス1乗をかける。両辺にですね。マイナス1乗と、これは U のマイナス1乗と U をかけるから、単位行列なので消えて、こんな風になりますよと。で、こっち側には U のマイナス1乗が来るんですけれど、それはこの U の T と等しいという性質があるので、こんな風に書き直すことができるんですね。で、これっていうのは、なんぞやと。なんぞやというか、ここだけを見てみると、先ほどの規定の変換になっていると。さっき T なかったんですけれど、内積をどう表すかっていうのを行列表記するときに T をつけたりつけなかったりとか、これを縦にするのか横にするのかとか、そういう定義によっていろいろここは変わるんで、あんま気にしないでいいです。でですね、これで、要するに規定の変換になってるわけですね、これは。U で貼られた正規直行規定にこの X ベクトルを変換していると。つまり、さっきちょっと書いた表記でいくと、これは青の文字で書いて、しかも規定が U であるっていうのを表すというふうに、こんなふうに書くとですね、こっち側もこの X' というベクトルをその U という規定に直していると。U という規定は、例えば、こんな。
1でこれが U2 という感じで、その規定を、まあ、この U1 と U2 に貼り直したようなこれとこれの表現になっているということになります。 X'U とで、まあ、これはすごくそのすっきりした話でですね、これそれぞれ、まあ、規定が変換されてるわけですよ。同じ規定になるわけですね、この X' と X に関して。だからこの U っていう規定で考え直すと、この A というベクトルはそもそも対称行列だったかのように見えるわけですね。このシグマっていうのは、こちらの動画にもあったように、この固有値の対角成分だけの行列になるわけです。0と。で、それに必ずこの XU っていうベクトルをかけると、X'U となると。まあ、こんな風な、この、簡単な世界にできるわけですね。簡単っていうのは、これは結局各成分をアルファ倍しますよというだけになるので、まあちょっと話しますか一応。まあここからはちょっと冗長な話と思いますけど、まあこんな対角行列と。まあ、U はちょっと省きますと。というの規定で、まあ、書いたこんな成分表示をするとですね、まあ、要するに α1x1α2x2α3x3 となると。これが X' になります。だからこの U の方の規定で考えた方が、まあ、計算が楽になるわけですね。で、この U の方の規定で考えるというのは、さっきも言ったように、そのまあ普通にこういう X ベクトルというのがあったとき、で X' ベクトルもあったとして、これが X ベクトルで X' ベクトルとしたときに、まあ、この行列あベクトル自体は全く変わらないんですが、そいつをなんかこういう2つのベクトルというか2つの軸に沿ったパラメータ表示に直すわけですね。この2つの軸に沿ったこの大きさに直してやるわけですね。まあ、こっち側も同じようにすると。で、そういうふうにこのベクトルの表現を変えてやると、この A という行列はこういう形にできますというのが、特異値分解っていうものの、もう一つの解釈です。つまり、その U、シグマ、UT っていうのを、その、まあ、どんなベクトルでも、まあ、X ベクトルっていうか、これは黒で書かないとダメですね。ベクトルっていうのは、まあ、いつもこういうふうに置いたらですね、こいつを、まあ、こっちに持ってくるとマイナス1して、まあ、本当は U のマイナス1を左辺からかけるんですけど、まあ、同じことですよねと。で、まあ、必ずそうやって解釈するとこの、まあ、あえてシグマだけ黒にしておきますか。シグマっていうのと、まあ、どうしようかね。まあ、いっか。まあ、青は規定が U だったんじゃないのかという話もあるんですが。まあ、いいとして、まあ、こんな風に、その、特異値分解っていうのは、この U を両辺からかけることによって、その、こういう風に解釈し直せる。っていうのが特異値分解のもう一つの使い方です。規定を固有値ベクトルに直すことによって対角行列に変形できると。それはつまりこの座標をこういろいろと規定を取り直してですね、まあ、ちょっとこう回転させたりだとかこういろいろ見方を変えてやると、まあ、元の行列っていうのは対角行列にできるんですね。こっちの世界では。
でこれがその特域分解っていうのの、その強力さというか、それを使いたいと思って、まあ、それを使うわけです。以上です。